次に人材派遣が具体的にどういうところがダメなのかについて説明します。派遣には大きく2種類あって、派遣と SES と呼ばれるものがあります。今日の動画ではこの2つの違いは説明しませんけど、大体同じものだと思ってください。派遣というのはどういうものかというと、派遣会社があります。で、お客さん、客の会社があります。そして僕が派遣会社で働くようになったら、僕がいますけど、実際仕事をするときはこちらの会社に行って仕事をします。これを客先常駐と言います。客先常駐というのは、相手の会社に派遣をされて、相手のオフィス内で仕事をするというわけです。一般的に客先常駐の仕事環境はマジでクソです。本当にめちゃくちゃ悪いので、もし自分が就職する先が客先常駐だったりすると、本当に気をつけてください。で、なぜこの客先常駐がダメなのかについて説明します。まず1点目、出向ガチャです。出向というのは相手の会社に客先常駐することなんですけど、出向ガチャ、ガチャというのはソーシャルゲームなのでよく見られるランダム性、運勢、運が強い要素のことを指します。どういうことかというと、例えば僕が派遣会社で勤めるようになって、実際に仕事をする内容というのは実際に行ってみないと分かりません。僕が就職する前に、例えば Python ができますとか C 言語ができます、だからその仕事をくださいと言っても、派遣会社の人は分かりました、分かりました、 Python の仕事を紹介してあげますと絶対言います。ですが実際に出向する時になると、名前さん、名前さん、仕事決まりましたよ、明日から VBA の仕事をしてくださいとか、 JavaScript の仕事をしてくださいとか、全然僕の希望と違う仕事を任されることがあります。なぜこの出向ガチャが起きるかというと、先ほどのピラミッド構造で説明したように、人を紹介すればものすごく儲かるので、派遣会社の人はその派遣会社で働く人のことは結構どうでもよくて、とにかく人を派遣させてお金をもらう、それがビジネスなので、従業員の希望とかキャリアとか将来どう働きたいかとか、そんなことに関心は全くありません。なので出向ガチャには気をつけてください。次、レガシーな環境。レガシーというのは古いという意味です。仕事の環境がものすごく古いです。例えばチャットで連絡することはダメだったりとか、連絡はメールだけとか、そういったことがあります。 GitHub も使ってません、バージョン管理もやっていませんとか、エンジニアなら誰でもやっているようなことが全然できないような環境があります。例えば Windows のバージョンがめちゃくちゃ古いとか、バージョンアップしたら怒られるとか、Windows 7でやってるとか、もう今では考えられないようなめちゃくちゃ古い環境が待っている可能性があります。なぜこのようなことが起きるかというと、基本的に客先というのはエンジニアを自社に持っていません。派遣されたエンジニアの手を借りてシステムを作っています。なのでその会社に属しているエンジニアがいないので、その環境が整備されないんですね。そして昔はエンジニアがたくさんいたかもしれないけど、あまりにも給料が低かったりとか環境が悪いから、エンジニアがどんどん辞めていきます。どんどん辞めていくと、エンジニアのこととかプログラミングが分かる人がいません。なのでその環境が放置されています。なのでレガシーな環境を受け入れるしかありません。次、規則が厳しい。規則が厳しい理由は、あくまで派遣される会社に行くということは、お客さんの会社で働かなければならないということになります。日本の会社ではお客さんが神様みたいなものですから、礼儀正しくしなければなりません。なのでスーツを着なければならない職場もとても多いです。派遣会社で仕事を始めるときには私服で OK ですよ、スーツ着なくていいですよとか言われるんですけど、大抵は嘘です。お客さんが第一なので、お客さん
の希望に合わせなければなりません。そうするとスーツが無難となってスーツになります。他にも休憩時間が厳しく決まってたりします。ちょっと休みたいから10分だけ休憩するとかいうことは許されないです。時間が厳しく管理されているので、この時間だけしか休憩はダメ、他の時間で休憩してたらサボってると思われます。そういったこともあるので、もちろんスマホを業務中に使うことも許されません。それは日本の会社では、まあ、サボってると見られるからです。普通はサボってないですよ。今の時代スマホがないとできないことたくさんあるんですけど、まあレガシーな環境ということでそういったことも、許可されていません。次は技術力が向上しません。先ほどのピラミッド構造の末端に行けば行くほど、普通の人がやりたくない仕事とか単純労働になっていく傾向があります。単純労働というのはどういうものかというと、まあ言っちゃえばテストですね。テスト作業です。検証作業をします。そのプログラミングをすると思って就職したので、客先に行くとずっと検証作業という場合があります。まあ画面があって、まあいろいろ検証をしますよね。ボタンを操作したりとか入力したりとか。その結果を、これをスクリーンショットをして、Excel があります。Excel に画像を貼り付ける。これを延々とやります。めちゃくちゃ単純労働で誰でもできる仕事です。技術力とか何も関係ないです。この画面をいちいち確認してスクリーンショット撮って Excel に貼る。なんで Excel に貼るのかよくわからないですけど、この単純労働を延々とやります。こんなんもう僕は耐えられないですけど、こういった単純労働をずっと何年もやってる人もいます。ちょっと恐ろしいですよね。次に、給料が低い。年収200万ぐらいだと思います。200万ぐらいの時もあり得ます。この200万円というのは、東京で生活する分にはかなり厳しいです。家賃を払ったり、生活費を払ったりすると、全然残らないレベルだと思ってください。かなり生活は厳しいです。そして最後に一番は、これは孤独です。めちゃくちゃ差別されます。差別。シャービー。その、客先に行きますよね。客先には、客先の正社員がいっぱい働いています。そんな中、まあ、例えば僕が派遣社員で働いていると、一人だけ派遣社員とか、少数の派遣社員がいます。彼ら派遣社員は、ここで働いている派遣社員の方は、正社員の方から見ると、単純労働で給料が低いという非常にいじめの対象になりやすい存在なんですね。なので正社員と、派遣社員の間では大きな壁があります。表面上普通に会話をしてても多くの正社員の人はこの派遣社員のことを、まあ、バカにしてたりとかしているのが現状です。だから飲み会とかがあっても多くは正社員だけで行きますし、派遣社員の人は呼ばれないです。なので、正社員の人から下に見られるという、精神的に結構苦痛な立場に追いやられます。ということで、孤独、差別を受けるという現状があります。これは、外国人だと差別されるとか、そういうわけではなくて、日本人もこのように差別されます。これが現実ですね。人を紹介することで儲けてる会社なので、めちゃくちゃ人が欲しいです。とにかく人を集めて紹介すれば儲かります。なので、例えばプログラミングを未経験でも大丈夫だよとか、求人情報に載せたりとか、未経験でもすぐ稼いで、技術力をアップさせて、フリーランスになりますよとか、そういった若者を魅了するような言葉で、求人情報は埋め尽くされてるんですけど、こういった現状があるので、もうそのほとんどが嘘だと思ってください。中にはね、中には、この出向ガチャ、仕事内容は運だと言いましたけど、中には自分の希望に通る場合もあります。新しい技術で開発できる環境だったりとか、そういった好条件になる場合もありますが、これは自分でコントロールできないので、ほとんどの場合、自分の希望とは違うところになると思っていた方がいいです。こういった背景があるので、客先常駐というのは、
もう本当に気をつけてください。特に外国人の方、中国人の方に向けて、日本で IT の会社ありますよとか、未経験でも働けますよとかいうことを言う会社がいると思うんですけど、必ずこの客先常駐なのか、派遣なのか、SES なのか、そういったことを必ず確認しておいてください。で、できれば僕の希望としては IT 事業会社、IT のサービスを自社で開発して、大部分を自社で開発して、この派遣会社をあまり使わないような会社に行くべきだと思います。そういった会社に行くと、この出向なんてないですし、本人の希望と実際にする仕事を限りなく近寄らせることができます。そして、IT 事業会社の一般的なレガシーな環境は嫌われますね。なぜかというと、IT 事業会社には自社でエンジニアをたくさん抱えているからです。そのエンジニアがこういった環境を嫌いだから、どん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 改善していくことで、モダンな環境、開発しやすい環境を整備している場合がほとんどだと思います。そして規則が厳しいということもそんなにないですし、まあ私服 OK、髪型の色とか髪型自由だったりとか、スマホ見てもいいし、僕は Yahoo で働いてた時なんか、いつ休憩を取ってもいいし、髪型も自由だし、金髪な人もいたし、いろいろな方がいました。技術力も高かったです。日本国内屈指の技術力だったと思います。まあ、給料はまあまあだと思いますけど。まあ、孤独差別なんて全然なかったし、むしろすごく社員同士で仲が良くて、本当に常識のある人が多かったです。そういった環境の違いがめちゃくちゃ大きいので、皆さんはこの客先常駐という言葉に引っかからないように、日本で仕事を探してほしいなと僕は思います。当然ね、IT 事業会社で働くには、日本語能力、高い日本語能力が必要です。まあ、大体、イメージとしては N1 は絶対必要で、日本人と会話してても自然に日本人かのように会話できるぐらいの日本語力。実際に僕が今まで中国人の人と会ってきた時は、もう子供の頃から日本にてっきり住んでると思ってました。まあ大体そういった方は大学から留学されてたりとかするんですけど、それぐらい日本人と遜色なく日本語を話せるようなぐらいの語学力があれば、IT 事業会社にも就職できると思います。なので、このような良くない環境で働かないためには、結局何が必要かというと、日本語の勉強だったりとか、技術の勉強だったりとか、結局勉強がとても大事だということです。以上のように、日本の IT の会社っていうのは、まあ、SI や IT 事業会社、まあ、外資系とか、全然、仕事の環境が業界によって違います。SI で働いてる人、SI の頂点で働いてる人、末端で働いてる人、まあ、Yahoo のような IT 事業会社で働いてる人、いろいろ意見がありますけど、この全体の構造を理解していないと意見が組み合わないです。例えば Yahoo のような会社でしか働いてなくて、このような SI の状況を理解してない人からすると、IT の会社はすごく楽しいとか、やりがいがあって給料がいいとか、髪型も自由だよとか言うんですけど、実際は人数比で言うと、この SI 業界で働いてる人がものすごく多いので、こっちの業界知識もないと、まあ、日本の IT 業界というのは語ることは難しいのかなと思います。今日の動画を見て、日本の IT 業界について皆さんに知ってもらえたら嬉しいです。今天的视频就到这里啊，最近的视频很火啊，谢谢大家，谢谢大家，我努力继续把 IT 公司的视频。如果你喜欢我的视频，请点赞，点三连，请订阅我。下期视频，拜拜。My name is
場所は教室の隅、答えは仕方だ到底無理、聞かせてくれよ誇りと魂、出てきて叫べ命の限り、揺るがる信念、博士の実験、心の深淵巡り来る因縁、マインスポーツ大喜利で実証、最後つごくともしみを失笑、AI でヒューマンクロスオーバー、人愛先に限界は飛ば、逃げるは恥だが役に立つ、そんなわけないから勝ちに行く、昼間ない夜がない、踊らされない、転ばない、泳がない、このまま死なない、時期に耳に響き出す音楽はスピリタス、規模が違うステータス、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も悲劇、メイドインジャパンのこじらせ男子、昭和の生き残りマジな話、やる気はあるけどゼロキロカロリー、頑張り悲しい空回り、昔あいつが言ってた通り、 No No ここらじゃオンリー、はみ出し者へのラプソディ、届けるホークネス1、2、3、4、 IT 社会が生んだ産物、その名も AI、 頭脳のジャンゴ、探求重ねた膨大なデータ、笑いに参入大喜利ベータ、プレイバック10年前のアニメや映画、から得た無数のアイデア、描く空想から現実、交わる人と機械のこの記念日、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も悲劇、メイクマネーか AI 投資、アホ VC からの盛大奉仕、調子こいてるディープマイン、あそこしごいてるソープマイン、耳開けてんのがハサビスよ、送る看護系サービスを、今日もボットが答えはライザス、明日は俺らが作り出す、ブロム大喜利上がったのし、全て飲み込む山田のオンチ、視線は遥か彼方の方に、掴むこの手でキャッチを通り、ひらめくかどうか一種の勝負、これに感謝キスの道具、呼吸合わせて投げ込む超級、人生かけて奇跡を起こす、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も悲劇、 AI とヒューマンクロスオーバー、ホークネス飛ばしすらって100点連磨、頭一つ飛び抜け、ネクストフューチャー、人工知能より才能は開花、ランニング止まる気はなく、Just do it、 口よりもカウトピック、 Why ここが生きる場所、私はホークネスト in the building。